マリンフォードに襲来した白ひげ海賊団にインペルダウンを出したルフィたちも加わり、海軍オーカ支部会との白ひげと共にエース奪還を目指すルフィは、度重なる激戦で体力の限界に達していたが、一方処刑台の上には戦争の様子を一人見下ろすエースの姿があった。エースの目から自然と涙がこぼれ落ちる。エースー、必ず助けるぞ。待ってろよ、諦めんじゃねえぞ。くそ、俺は歪んでる。仲間たちは血を流して倒れていくのに、俺は嬉しくて今になって命が。くそ、夜と忍びは越えられんか。んで白ひげの首は取れ。海軍はおっさんに向かってる。いいから、あなたは前だけ見てなさい。敵の番組の道はバタ足に任せて。もう諦めんかい、白ひげ。誰にも言ってやがる。俺は白ひげだ。おいおい、何やろう。白ひげと組むのか。俺は誰とも組みはしねえよ。行け、ファシリスタ。奴らを処刑台に近づけるな。ロケット。あ、所長命令、一旦海軍を敵とする。させてたまるかよ。やばいか。
されてるだと。バカな。ここは協力しようじゃねえか。目が消されるバカ。僕が守ってみせます。
くわけにいくか、ルフィ。わしは海軍本部チュニアじゃ。お前が生まれるはるか昔からわしは海賊たちと戦ってきた。ここを通りたくばわしを殺してでも通れ、麦わらのルフィ。それがお前たちの選んだ道じゃ。できねえ、おじいちゃん、どいてくれ。できねばエースは死ぬだけだ。嫌だ。嫌なことなどいくらでも起きる。わしゃ容赦せんぞ。ルフィ、お前を敵と言いなさ。貴様も人の親だ、ガープ。待て、私が逃がすと思うな。戦国、私の手で処刑するのみ。ゴムゴムの奇岩と風船。処刑台が消される。落ちるか。撃て、処刑台ごと吹き飛ばせ。爆炎の中に炎のトンネルが。お前は昔からそうさ、ルフィ。俺の言うこともろくに聞かねえで無茶ばっかりしやがって。エースだ。戦えるか、ルフィ。もちろんだ。ルフィ。麦わらボーイ、エースボーイ、こっちはバタ足に任せて早く行きな。来る場合じゃねえけど。奴らを逃がしてはならんぞ。だな、俺は一旦抜けるぜ。エースが解放されりゃあとは海運を食い止めるだけだ。簡単には逃がさねえよ。あいつを倒さないと逃げられねえ。エースさん、わしは援護する。境界か。俺の能力で溶かしてやる。
殺してやるからだ。本気で逃げられると思うじゃるんか。めでたいの。本当にここまで来るのか。どけよ、この者の巨人カラケ王女あなたれが大宴会編成。まあいい、どの道逃げられねえよ。救ってくれた人をバカにすんじゃねえ。正しくなけりゃ生きる価値なし。海賊に行き場所はいらん。義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃そうが貴様ら兄弟だけは絶対に逃がよう見ちょれ。おい待て、ルフィ。え、おっ、あっ、
だ息はありそうじゃな。次こそお前じゃ、麦わら。赤犬さん、危ない。人生には悔いはない。嘘だ、嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものはどうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。もう覚えも出ねえ。ルフィ、俺がこれから言う言葉をお前、後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ。今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を愛してくれてありがとう。がいるように、いずれエースの意志を継ぐ者も現れる。血縁を断てど、あいつらの炎が消えることはねえ。そしていつの日か全てを背負って世界に挑む者が現れる。興味はねえが、あの宝を見つけた時世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出す。その日は必ず来る。ワンピースは実在する。さらばだ
息子たち。死んでやがる。たったまんま。白ひげ海賊団船長、大海賊エドワード・ニューゲート、通称白ひげ、マリンフォード頂上決戦にて死亡。さあ始めるぞ。見せてやるよ、最高のショー。おめえらに俺の力ってもんを見せておこう。ブラックホール、これが俺の闇の実の力。そしてあの構え、親父の能力、全てを無に返す闇の引力、全てを破壊する地震の力、俺こそが最強だ。この世界の未来は決まった。そう、ここから先は俺の時代だ。後にマリンフォード頂上戦争と呼ばれる史上空前の戦いは、シャンクス率いる赤髪海賊団の仲裁によってその幕を閉じた。瀕死の重傷を負ったルフィは、ジンベエ、ロー、ハンコックらによって助けられ、ローの治療でどうにか一命を取り留めたルフィだったが、エースを救えなかったことで。何が海賊王だ、俺は弱い、何一つ守れねえ。ルフィ君、こう行け、一人にしてくれ。そういうわけにもいかん。俺の体だ、勝手だろ。ならばエースさんの体も本人のもの、彼が死ぬのも。お前黙れ、次何か言ったら。それで気が済むならやってみ。うわあ、もう何も見えんのか、お前には。どんな壁も越えられると思うておった自信、それらを無情に打ち砕く手も足も出ぬ敵の数々、この海での道しるべじゃった兄、世界という巨大な壁を前に次々と目の前を覆われておる。それでは一向に前は見えん。後悔と自責の闇に飲み込まれておる。今は辛かろうがルフィ、それらを押し殺せ。失ったものばかり数えるな。確認せ、お前にまだ残っておるものは何じゃ。仲間がいるよ、ゾロ、ナミ、ウソップ。俺には、俺たち集合場所があるんだよ。すぐ開いて、あいつらに。おお、ルフィ君。ペリノさん、なんでこんなとこにいるんだ。俺今からシャボンディ諸島に行くつもりだったんだ。みんなは？いや、まだ集まってはおらんだろう。俺仲間に会いてんだ。本当にそれでいいのか。繰り返すためにまた集まる気か。私から一つ提案がある。乗るか反るかはもちろん。麦わらのルフィが生きていた。また海軍本部に乗り込んだんだって？一体何が目的でこんなことを。ああ、そうか。了解。そうか、ルフィ。わかった。人の気も知らないで
勝手なんだから。なるほど。ああ、そういう感じに。集合は3日後じゃなく2年後。立ち止まって力をつけるんだ。2年後にシャボンディ諸島へ出航だ。何も言わなくていい、分かってる、大丈夫。